新宿と橋線ほの国号とは、豊か鉄バスと共同運行会社が使用する都市間高速バス路線の愛称である。その名称は、東三河の旧名、北国から取られている。本港では、前身となったイラゴライナー号についても取り扱う、新宿と橋線新宿と橋線旧車両。現在は、山の港号に転用口術するイラゴライナー号の廃止後、 首都圏への連覇で乗り換えなしで直行というニーズに応えるため、2006年8月1日に共同運行会社やルートを変更した路線。正式名称は、新宿豊橋エクスプレスホの国号であり、首都圏と愛知県豊川市豊橋市、田原市を結ぶ、練馬駅北口、中野駅、バスタ新宿、新宿西口、渋谷マークシティ。 元の県豊川駅前と豊川市役所前から、新道京前から、豊橋駅前藤沢町、上田車庫前から、田原駅前ハイデッカー4列シートの40人乗り、トイレ付き車両を使用している。毛布、スリッパ、おしぼりなどのアメニティあり、なお、車両後方の8から10列目は、女性専用席であるが、この席は、インターネット予約には割り当てられていないため、 電話予約に適望を伝える必要がある。豊か鉄バスは廃止された、イラゴライナー号の車両を、この国号に転用したものを使用していたが、2013年2月23日より、新車両での運行に切り替えた。また、2016年2月24日より、導入された車両には、大型のヘッドレストが装備された座席が設定され、全席にコンセントが設置された。なお、 撤退車両は、同年7月にデビューした、山の港号に転用されている。2010年7月に運行を開始し、愛知県豊橋市と京都府京都市を結ぶ、正式名称は、ほの国号である。全席予約制で、豊か鉄バスにより、中高便1日1往復が運行されている。東名豊川は、東名元塾では、 東名名神直通バスが2006年12月15日に廃止されて以来の京都方面便であったが、2013年3月1日からは、京阪神昼、特急静岡号も、東名豊川、東名元塾に停車している。上田車庫前から、豊橋駅前豊川駅東口、東名豊川東名音は東名元塾京都、深草京都駅八条口、三菱不走。 エアロバスを使用、三河の手筒花火がラッピングされている、本路線専用車両である。ちなみに、本路線就航以前は、豊橋中部国際空港線で使用されていた。イラゴライナー号はかつて、東京都と愛知県厚見町を結んでいた、高速バス路線。路線名は、イラゴ東京線だった。豊川市から厚見半島までの広い地域をカバーしていたほか、下りや交便は、 平良ゴミから伊勢湾フェリーへ乗り継いで伊勢島方面に向かう需要があった。1990年春季より JR バス関東、JR 東海バス、豊橋鉄道による共同運行を開始し、夜行は2台、中行は1台運行となっていた。しかし、JR バス関東は乗務員不足のため、比較的早期に運行から撤退し、その後は愛知県側の2社による運行となった。 なお、豊橋鉄道では当時、豊橋駅と、イラゴ岬を結ぶ、特急便、イラゴライナー号も運行していたため、この路線との区別から高速イラゴライナーと、故障していた。開業当初こそ、乗車率も、まずまずだったが、中高便は、午前から昼にかけての時間帯を移動に費やされる、ダイヤ設定となっていたことなどから徐々に利用不振となって、再三割れの結果、 2001年に廃止となった。2001年以降は、運行に使用する車両の所属に関わらず、静岡伊東を JR 東海バスが、静岡伊勢を豊橋鉄道の乗務員が担当していたが、JR バスとそれ以外の事業者との間で乗務員の乗り継ぎによる完全ワンマン運行を実現したのはこの路線が初めてであり、後に、琵琶湖ドリーム号など、 他社の高速バスでも導入される事例があった。この方式は運行時間に比して乗務員の高速時間を削減する効果があり運行コスト低減策として有効であった一方、乗務員運用が硬直化することから、続行便設定の際は足かせとなる欠点もあった。2003年には運賃も値下げしたものの、2006年1月に運行を廃止した。イラゴライナー、イラゴライナー、 東京駅や S 南口東名豊川、稲荷公園前から新東京前から、豊橋駅前、上田車庫前から、田原駅前休み、イラゴガーデンホテルイラゴ岬運用は、各社ごとに担当号車まで固定されていた。運行当初は、中高便、夜行便とも3列シート29人乗りの、スーパーハイデッカー車が使用されていた。その後2003年に車両が更新され、4列、 シートトイレ付け40人乗りのハイデッカー車に変更された。なお、2003年の車両更新に際しては、豊橋鉄道は新車を導入することにより、JR 東海バスは、東名ハイウェイバスと共通運用とすることにより、対応した。新宿、豊橋エクスプレスホノ国号に関するカテゴリー、イラゴライナー号に関するカテゴリー、ありがとうございます。